豊田市立上郷中学校は、愛知県豊田市上里町4丁目にある公立、中学校。現在の校舎は、太平洋戦争における、第二岡崎海軍航空隊の弊社跡になる。1947年学生改革6.33.4年生により、認可設立。当時の校名は、壁海軍上郷村上郷中学校同年。 開校同年9回軍兵舎払い下げを受ける。1951年、学校保健施設有料校として、愛知県教育委員会より表彰を受ける。1953年体育館兼、行動春行同年、学校教育保健有料校として、愛知県学校保健会より表彰を受ける。1955年愛知県、教育委員会指定により、 学校図書館研究発表会を開く。1957年本館竣工、1960年技術教室竣工、1961年調整施行により、愛知県碧海軍上里町立上合中学校と、会唱。1962年理科室竣工、1964年豊田市との合併により、 愛知県豊田市立上郷中学校と解消。同年給食室兼調理室竣工1965年愛知県教育委員会指定により交通安全指導研究発表会を開く。同年校訓の制定と生徒手帳の改編。同年交通安全功労者として愛知県交通安全協会より表彰を受ける。同年第13回東海三県。 学校図書館コンクールにおいて豊田地区有料校の表彰を受ける1966年25メートルプール完成、会場式を行う。同年昭和41年度、全日本学校環境緑化コンクール中学校の部、入選、農林賞にて表彰を受ける1967年、第15回東海3県、学校図書館コンクールにおいて、中学校の部で入賞。 特別賞の表彰。1968年第16回東海3県学校図書館コンクール最優秀賞を中部日本新聞社より受賞。1969年愛知県主催学校環境力化コンクール中学校の部第2位を受賞。同年ソフト部県大会優勝1972年ソフト部東海大会で初優勝。 同年学校体育研究発表会を開く。1973年学校体育有料校の県表彰を受けく1975年ソフト部県大会優勝同年球道場及び体育倉庫増改築。1976年講演会設立。1977年ソフト部県 大会優勝同年ソフト部東海大会優勝1978年体育館新築同年創立30周年記念式30年史高下費時計等混流応援歌制定体育館命名1979年本館建築に伴う自鎮祭同年ソフト部東海大会3連勝同年ソフト部第1回全国大会出場 1980年本館春工東根非混流。1981年ソフト部東海大会5度目の優勝。同年ソフト部第3回全国大会へ出場。1982年特別教室8教室春、春工同年十県道場春行。1983年に試行者22教室、完成。 1984年校舎、高知総合完成記念式典挙校。1985年豊田市立松野原中学校、分離。1986年サッカー部県大会優勝。同年サッカー部全国大会出場。同年学校体育有料校の県表彰を受ける1987年プール、春高同年文部省閣議指導推進校。 発表会同年上中魂の増助幕式。1988年上中を主会場に、豊田市総合防災訓練を開催。同年学校南側歩道完成、サイモン整備なる。1989年、社会福祉協力校として、愛知県より参加年移植を受ける。同年土曜日を、ふれあいサタデー農家デー都市ふれあい所活動実施。同年全国で、 デザイン博覧会見学。1990年生徒用コンピューターが導入。同年教室等を改造して、コンピューター室、和室、進路相談室、美術室、生徒会室、広域室、資料室、印刷室ができる。1991年豊田市、スクールミュージアムの開館セレモニーが本校で挙行。同年豊田市長を迎え、 市長さんと語る会を開く1992年、ソニー教育振興財団より有料校の表彰を受ける。1994年愛知県より社会福祉協力校として6カ年の取り組みの実績に対して感謝状を受ける。同年豊田市社会福祉研究校として2カ年の移植を受ける。同年ボランティア活動の功績が認められ。 愛知県知事より感謝状を受ける1995年、学校安全表彰を受ける。同年、ビトハイスクールとの交流活動を行う。1996年創立50周年記念式。50年史記念庭園造園、モニュメント建立。2000年愛知県学校給食特選校として、表彰を受ける2001年豊田市教育委員会より、 総合的な学習の研究校として2か年の移植を受ける。同年新体操部県大会2、東海大会2により全国大会出場。2002年豊田市教育委員会移植特色ある学校づくり研究発表会開催。2010年北立本館渡り廊下エレベーターができる。 2012年陸上部全国大会出場。2015年陸上部全国大会出場。以下の小学校区、ありがとうございます。